常に寄り添い寄り添い寄り添い、その孤高なる姿に衝撃を受けた松本高校は彼女に憧れ、同時に強烈なライバル心を抱いたのでした。松本高校18歳、星野都と出会ったのは彼女が高校1年生の頃。せーの。でもそんなんじゃダメ、もうそんなんじゃほら、心は進化するよ、もっともっと。そしてその日から高校と彼女は固い絆で結ばれた心の友となったのです。寄り添い続け、そしてついに出会ったのでした。